はい、どうも、こんばんは、ラムロットです。ルシウス。これ何個目？何話目だ？忘れた。5話目かな？をやっていきたいと思います。矢印が出てるんで、こちらを。新しく、何か情報がね、My forms can be many。まあ、いろんな方を、どうな。これは何だ？新しいアイテムが手に入ったけど。エンプティーボトル。エンプティーボトル。これ何かに使うんだな。で、今回の殺される人は、そうだ、そうだ、そうだ。アラステア。そうそう、みんながね、今ね、クリスマスパーティーしてて、アラステアさんだけ、そうそう、あのね、どっかワインを取ってこいみたいなこと言われたんだな。前回の終わりでね。いい人なのに。クリスマスだから食事を楽しんでくださいと。おい、クソ親父。おい、なんかアリステアが遅すぎると。Hello, my boy. Yes. Yes, I'm here. どこへ行けばいいんだろう。とりあえずアリステアを探しに行くか。多分ね、ワインセラーにいるんでね。ワインを取りに行ったって言ってたんで。ここは図書館。あ！来た。おじさん。アリステアおじさん。ルシファーの目に止まってしまったな。外で遊ぶなら気をつけなさいと。滑りやすいからねと。フラグで何も更新されないんだが、うん、これを、I could find a way to get... 外に連れ出せばいいのか？どうすればいいんだ？喋りかけてみよう。All right, Lucius. How's my best mate today? 優しいね。こう。ルシウス君、今日はどうですかって。元気ですかっつって。バスルーム。あ、なんかすげえ曲が聞こえ、あ、お、これは監視室か。なんかすごい大人な世界ですけども、ルシウス君にはちょっと早いですよ。お、ちょ、待って、誰か来る。これはこれ見るんだ。あ、なるほど。お風呂が丸見えだ。ああ、道理で大人の仕方なわけだ。なるほどな。監視してるわけだ。なんかあるんじゃないか。じゃあこれは、これなんだ。ウエスト、違う、プッシーっていうのはね、女性のですよ。女性のです。あ、これだ。やっぱ水が入るんだ。で、水を入れたところで、どうするのって話なんですけど。あれ、こっちか。ここから下に降りて。お、これなんだ。え、なるほど、水をまいたわけだ。ん？あ、ああ、
そういうことか。アリステアさん、これがここでこう吸ってんコロリンするわけだ。あー、外呼び出そう。じゃで、テレキネシスパワーを使うんだろうな。あれをポキッと折るのに。ちょっと外行こうぜ、外行こうぜ。バガー、 be a good boy and fetch me a bottle of 1933 wine. You can manage that, can't you? 1933年のワインボトルを探してきてくれと。ワインセラーがこっちにあったよね、違ったっけ。この下で1933年、ここだけ怖いな音が。1910年、あれ1930年だけ外れてるぞ。3403040、ここか。じゃあこの辺かな。1933年、難しい。どうしろって言うんだよ。あ、え、隠し扉や。なるほど、ここにもどうせ出ろ。 You have found 新しいシークレットプレイスを見つけたと。何この黒魔術的な、かなり怪しいぞ。怪しいぞ。やっぱりこの過程は怪しすぎる。これ後々ラスボス戦とかなんじゃないの、ここ。その前に俺は1933年製のワインを見つけないと。アリステアさんが眠れない。1933年、これか？これどっかから取れるのがないかな。これだろ？あった！よし、これだ。これをあとはアリステアおじさんに届けて、何かをすればあのつららの下へ行くと。持ってきたぞ。 Thank you, Lucius. Thank you, Lucius. アップデートされましたね。あれ？されてないわ。で、どうするんだ？ Hello, young master. あれ？どうすればいいんだ？あ、これでしょ？だから。これだ。ライトが消えてしまったから一体どうしたんだと。で、アップデートされましたね、やっと。まあ、これでアイデアが浮かんだと。冬の間は外が滑りやすいから気をつけましょう。こちらはまあ水を持ってきたことで、まあバレることはないでしょうと。バレないよねみたいな感じかな。あ、アリステアさん来た。あとは、これ待つだけ。これを。
来た来た。Half a moment, Lucius. I'm in the middle of something. ここここで。ああ滑った。待って今先に見ておこう。He slipped and hurt his back. あ滑って背中を怪我したと。はあ。こうなれば俺だとバレないと。まあ何か殺す方法を見つけようと。いやもう見つけてるよ俺は。あれだろう。あこれアリステアさんにバレるんじゃないの。浮いてる。うわアリスティアさんを殺してしまった。ノート見よう。あ、見れない。ジョビタ。ジョビタ。もう次殺すやつが出てるな。ああ、なるほど。スケープゴートであると。まあ、トムおじさんと彼女の間に何かありそうだと。そうだね、なんか言ってたね。動画でカットしたかもしれないけど、ジョビタさんはね、トモおじさんのことが好きらしいです。みたいな。そういうのを見ました。お父さん、また死んじゃったね。家に住む人が。Mr. Wagner, this is Wayne Preston from the Herald. I wonder if I could ask you some questions about the recent deaths at Dante Manor.This is a private line. How did you get this number? 個人的な電話なのになぜ知ってるんだと。なるほど、新聞記者かなんかですね。殺人事件とかについて教えろと。で、マクガフィンを疑ってるんですね。I have an election coming up, and I can't let this get out of control.選挙が近いんだと。このことをバレるとまずいわけですね。まあ新聞記者に出すわけにはいかんのだと。これを新聞に出すわけにはいかんのだと。The stakes are high and I'm under a lot of pressure to clear this up. なるほど。The pressure is on both of us.Your mess is making the precinct look like a joke. And my superiors are not going to take it lightly. Yeah, well, you won't know the half of it unless you get this wrapped up. Is that a threat, Mr. Wagner? That's not something you want to find out. A couple of phone calls can do wonders. Mr. Wagner, you're saying that? Mr. Wagner, that's right. Wagner, that's right.Detective MacGuffin, a word with you, please. How did you get here? どうやってここに来たんだ? You're working the case here at the Wagner Estate. I'd like to ask a few questions about the series of unusual deaths that have occurred over the last few months. お、これ新聞記者じゃないか、さっきの。You leave those people alone. They've had some bad luck is all. They're nice people, and they need space to get over their losses, okay?And if I find you anywhere near this house again, I'll run you in. You got it? まあ二度とここに来るんじゃないと、もし来たら捕まえると。I was almost ready to bring in the Latina maid. I was planning on searching a room, hoping to find a bottle of rat poison or a padlock. But suddenly, it was too late. Seems that Tom Wagner, brother of Charles, had an affair with two of the maids. I guess one of them found out and wasn't happy about it.Can't really figure out what they saw in that guy. I mean, he was mooching from his brother and doing God knows what in his dirty little film room. When we searched that room, it was a sick pervert's nest. I mean, they had a kid in that house. Little did I know about this kid. なるほど、ちょっとエッチなことを
してたんですね彼は。1月3日1973年、いつも通りルシウス君は機嫌よく起きるわけです。笑顔は絶対見せませんね。というわけで、今回の実況はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、どうもこんばんは、ラムロットです。ルシウス、これ何個目、何話目だ、忘れた、5話目かな、をやっていきたいと思います。矢印が出てるんで、こちらを新しく、何か情報がね、 My forms can be many、 まあいろんな方法をどうのこれはなんだ、新しいアイテムが手に入ったけど、エンプティーボトル、エンプティーボトル、これ何かに使うんだな。で、今回の殺される人は、そうだそうだそうだ、アラステア、そうそう、みんながね今ねクリスマスパーティーしてて、アラステアさんだけ、そうそう、あのね、どっかワインを取ってこいみたいなこと言われたんだな、前回の終わりでね。いい人なのに。クリスマスだから食事を楽しんでくださいと。おい、クソ親父。おい。なんかアリステアが遅すぎると。Hello, my boy. Yes. Yes, I'm here. どこへ行けばいいんだろう。とりあえずアリステアを探しに行くか。多分ね、ワインセラーにいるんでね、ワインを取りに行ったって言ってたんで。ここは図書館。あ、来た、おじさん、アリステアおじさん、ルシファーの目に止まってしまったな。If you play outside, be careful. 外で遊ぶなら気をつけなさいと。滑りやすいからねと。フラグで何も更新されないんだが、うん、これを、I could find a way to get 外に連れ出せばいいのか、どうすればいいんだ、喋りかけてみよう。All right, Lucius. How's my best mate today? 優しいね。こう、ルシウス君、今日はどうですかって。元気ですかつって。バスルーム。あ、なんかすげえ曲が聞こえ、あ、お、これは監視室か。なんかすごい大人な世界ですけども、ルシウス君にはちょっと早いですよ。お、ちょ待って待って、誰か来る。これは、お、これ見るんだ。あ、なるほど、お風呂が丸見えだ。あー、通りで大人の仕方なわけだ。なるほどな。監視してるわけだ。なんかあるんじゃないか、じゃあ。これは？これなんだ？ウエスト。違う。プッシー。プッシーっていうのはね、女性のですよ。女性のです。あ、これだ。やっぱ水が入るんだ。で、水を入れたところでどうするのって話なんですけど、あれ、こっちか、
ここから下に降りて、あ、これなんだ、え、なるほど、水をまいたわけだ。ん？あ、ああそういうことか、アリステアさん。これがここでこう、すってんころりんするわけだ。あー、外呼び出そう。じゃで、テレキネシスパワーを使うんだろうな。あれをポキッと折るのに。ちょっと外行こうぜ、外行こうぜ。バガー、 be a good boy and fetch me a bottle of 1933 wine. You can manage that, can't you? 1933年のワインボトルを探してきてくれと。ワインセラーがこっちにあったよね、違ったっけ。この下で1933年、ここだけ怖いな音が。1910年、あれ1930年だけ外れてるぞ。3403040、ここか。じゃあこの辺かな。1933年、難しい。どうしろって言うんだよ。あ、え、隠し扉や。なるほど、ここにもどうせエロ。 You have found 新しいシークレットプレイスを見つけたと。何この黒魔術的な、かなり怪しいぞ。怪しいぞ。やっぱりこの過程は怪しすぎる。これ後々ラスボス戦とかなんじゃないの、ここ。その前に俺は1933年製のワインを見つけないと。アリステアさんが眠れない。1933年。これか？これどっかから取れるのがないかな？これだろ？あった！よし、これだ！これを、あとはアリステアおじさんに届けて、何かをすれば、あの、つららの下へ行くと。持ってきたぞ。Thank you, Lucius. Thank you, Lucius. アップデートされましたね。あれ？されてないわ。で、どうするんだ？ Hello, young master. あれ？どうすればいいんだ？あ、これでしょ？だから。これだ。ライトが消えてしまったから、ってどうしたんだと。で、アップデートされましたね、やっと。
まあ、これでアイデアが浮かんだと。冬の間は外が滑りやすいから気をつけましょう。こちらは、まあ水を持ってきたことで、まあバレることはないでしょうと。バレないよねみたいな感じかな。あ、アリスティアさん来た。あとは、お、これ待つだけ。これを。来た。来た。Half a moment, Lucius. I'm in the middle of something. ここで？あ、滑った。待って、今、先に見ておこう。He slipped and hurt his back. あ、滑って背中を怪我したと。はあ、こうなれば俺だとバレないと。まあ何か殺す方法を見つけようと。いや、もう見つけてるよ俺は。あれだろう、あ、これアリスティアさんにバレるんじゃないの。浮いてる。うわ、アリスティアさんを殺してしまった。ノート見よう。あ、見れない。ジョビタ。もう次殺すやつが出てるな。ああ、なるほど。スケープゴートであると。まあ、トムおじさんと彼女の間に何かありそうだと。そうだね、なんか言ってたね。動画でカットしたかもしれないけど、ジョビタさんはね、トムおじさんのことが好きらしいです。みたいな。そういうのを見ました。お父さん、また死んじゃったね。家に住む人が。Mr. Wagner, this is Wayne Preston from the Herald. I wonder if I could ask you some questions about the recent deaths at Dante Manor. This is a private line.How did you get this number? 個人的な電話なのになぜ知ってるんだと。なるほど、新聞記者かなんかですね。殺人事件とかについて教えろと。で、マクガフィンを疑ってるんですね。I have an election coming up, and I can't let this get out of control. I sympathize with you, Mr. Wagner.These journalist types are like vultures. Around every sad case I get, they just love tragedies. But what can we do? It's a free country. I need to keep this out of the papers, Mr. McGuffin. We've had a run of bad luck. It's as simple as that. The stakes are high, and I'm under a lot of pressure to clear this up. The pressure is on both of us. Your mess is making the precinct look like a joke, and my superiors are not going to take it lightly. Yeah, well, you won't know the half of it unless you get this wrapped up. Is that a threat, Mr. Wagner? That's not something you want to find out. A couple of phone calls can do wonders. Mr. Wagner, おかしいね。Mr. Wagner だね。ワグナーさんか。Detective McGuffin. A word with you, please. How did you get here? You're working the case here at the Wagner Estate. I'd like to ask a few questions about the series of unusual deaths that have occurred over the last few months. Oh, これ新聞記者じゃないか。